今回はナルトに登場するゼオゼオスパイダーマンことキドーマルについて見ていきたいと思います。オロチマルを守る精鋭部隊音の4人衆の一人で、通り名は東門のキドーマル。なぜか腕が6本もある得意な体で、その腕を全て器用に使いこなす高度な頭脳を持っています。この腕の多さのおかげで、リンを常人の3倍の速さで結べるため、忍者としてはかなりのエリートだと言えます。4人衆の中では最も遊び好きで、そのなめく具合は仲間からも揶揄されるレベル。実際、緊迫した命のやり取りの最中でも謎の自分ルールを発動し、戦いをゲーム化するという高度ななめくを披露していました。しかし、本気を出したキドーマルには誰もかなわないと言われていたことから、仲間からの評価は高いようです。遊び好きなだけあり、趣味はゲームという年相応の男の子らしい一面もあります。しかし、その楽しみ方はきっととんでもない害悪プレイで初心者を痛めつけるといういやらしいものに違いありません。彼の害悪プレイのせいでゲームのプレイ人口はきっと減少したことでしょう。このように戦闘でもゲームでもナメプができるのはキドーマルの高い頭脳があってこそです。高度な観察力と分析力を駆使し、戦闘中に相手の弱点を見つけ出す能力は作中でもトップクラス。さらに、相手が最も苦手とするいやらしい攻撃でいたぶり、自分は遠く離れた場所から攻撃することで決して危険を犯すことはないのです。つまり、ナメプを極めし害悪クモ男なのです。そして他の4人衆同様、キドーマルももちろん状態2になることができます。状態2になると額に第3の目を開眼し、邪眼使いとなりますが、残念ながら邪王演説権を使うことはできません。ちなみに、以前はキミマロをリーダーに据えた音の5人衆として活動していましたが、キミマロが病に伏したことで残りの4人で活動することになっています。戦闘では雲のような見た目通り、主に糸を使用します。この糸は自身の特殊な体液をチャクラと混ぜ合わせることで生成でき、高い粘着性と強度を持っています。その強度は象が2頭で引っ張り合ってもちぎれないほどで、高い粘着性から通常の刃物では絶対に切れません。作中終盤のサスケでさえアマテラスを使わなければ対処できなかったことから、その厄介さは作中随一であることがわかります。またこの糸はクモ粘菌という鋼の硬度を誇る金属にも変容することができ、その使用用途は多岐にわたります。攻撃ではクモ粘菌で様々な形の武器を作り出し、直接的な攻撃をすることができます。また糸でぐるぐる巻きにすれば相手を窒息させることも可能。防御ではクモ粘菌を体中にまとうことで物理的な攻撃を完全に防ぐことができます。簡単に言うとガーラの砂の鎧みたいなものです。その強度はあのネジ兄さんの八家64章を軽く防ぐほど。その他にも巨大な蜘蛛の巣を放ち相手を捕らえたり、無数の糸を張り巡らせることで敵の感知にも役立ちます。つまり戦闘においてほぼ全ての役割をこなすことができる便利すぎる能力なのです。その外見と能力からまさしく蜘蛛を思わせるリアル蜘蛛男のキドーマル。オロチマルから与えられた設定への忠実さは、あの自ら寄せに行く集団十二神を思わせるほどです。そして状態2の際に使用した弓は圧倒的な破壊力と命中精度を誇ります。糸をつけた状態で射撃することで狙いを自由自在に制御することが可能。その精度は白眼のわずかな死角を常に捉え続けるほどの正確さ。これもシューティングゲームで鍛えた援護力があるからこそなせる技です。この能力から戦場が森のようなごちゃついた場所なら最強クラスの力を有していると考えられます。さすがに美獣玉のような広範囲を一瞬で木っ端みじんにできるチート技には対処しようがありませんが、近接特化の相手ならばたとえ格上でも対応しうるほどの力があるのです。作中ではナルトで的当てゲームを楽しんだ後、ネジと戦うことになります。このネジは全身からチャクラを放出でき、糸を容易に切断できるため、キドーマルの天敵のような存在となっています。しかし、天敵相手にもキドーマルは持ち前の高い分析力と洞察力を駆使し、あのヒューガの大天才ネジをこれでもかというほど追い詰めていきます。その際見せた白眼の欠点を見抜く分析力は、チカマルを彷彿とさせるほどでした。これまで360度完全に遠隔投資できると思われていた白眼の死角をピンポイントで見つけ出し、絶対防御回転が実はその死角を隠すものというところまで見抜いています。
そして口寄せ大雲を利用した蜘蛛の子チラシ戦法でネジを圧倒。その後ゲームに飽きたため状態2となりとどめを刺しに行きましたが、ネジの捨て身の戦法の前に敗北することになります。とはいうもののネジは蜘蛛の子チラシ戦法に全く対応できておらず、これをずっと続けていればおそらく機動丸が勝っていたと思われます。しかし機動丸は根っからのゲーマーなため、最後に大技でとどめを刺そうとしたのがあだになってしまったのです。ネジが勝てたのは奇跡に近く、機動丸が死のレベルの用心深さを持っていればナルトたちは間違いなく全滅していたことでしょう。常に慢心し圧倒的有利な状況にいながらも一瞬の隙で敗北することになった機動丸。やはり遊び好きの性格は忍びにとって命取りなのです。